どうも、こだまるです。きたろです。今日はスペシャルステージ最終回のレミーフライその未来へのリアクションを撮っていこうと思います。じゃあ行くよ、せーの。お、ここはね、やっぱりなんせタジセンターっていうところが熱いよね。いや、あ、いいよいいよ、本当に。いやいいね、なんかこれ泣きそうになるわマジで。てかめっちゃ揃ってるじゃん。そうそうなんよ。やばいやばい。あー、てか待って待って待って、今忘れとったん、脱落してた練習生のこと。やめてまたもうまた亡霊なる、うん、もうなんか明るい曲でいいね。あもうレンタやばいな。もうさ、佐野くんがさ、あ、もう飛んだ飛んだ。こう3人とかいいよね。うん。あ、ここいいね。いやー、タジセンター見れるのいいな。うん、あーやめて、あ、かわいい。まさにウィンクした。あ、ね、リヒト。あ、リヒト、リヒト。リヒトのハート。これカメラ目線いいよね、この、うん、このスペース、このステージ。うんうんうん。わかるわかる。いやー、フェンファンもいいよ。やばみんなね、なんかさ、やっぱりさ、みんな成長したなって思うよね、これで。そうそう、確かに確かに。うん。あー、かわいい。あー、ここね、めっちゃいい、めっちゃいい。もうさすがダンスマスター。いや、かわいい、まさに。うん。レビあー、いいね。あー。あー、なる。かわいい。あー、やめてよあー、MJ、 MJ 決まってる。めっちゃ MJ、ね、めっちゃ決まってる。うん、すごい、すっごいやばい、これ胸熱だわね。あー、こうダンスブレイクいいね。うん、アジが真ん中なのがいいよね。うん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 、贅沢だわ本当に。贅沢。うん、本当にさ、F だった子もこんな踊れるようになるっていうのがすごい。そうだね。うん。あ、ここいいよね。ここいい。あ、たたたたたた。あ、倒れた。倒れた。起き上がりまーす。わあ。フライとか言っちゃった。あー、坂本くん。あ、アントニー。でも本当にカメラ目線いいよね。こう何回も言うけど。そう、そう、これめっちゃ多分やったんだろう、いっぱい。西くん、何なん？あー、藤巻くん。この、すごいかわいい。寺尾くんね。あー。ヒロム。あ、ここめっちゃ好き。わかるわかる、めっちゃいい。これさ、本当になんか、過去一良くない？このテーマ曲の感じ。あ、そうだね。最終回で披露した中で、めちゃくちゃいいね。そうそうそう。他のさ、プデュー、うん、の中でも、私一番好きかもしれん。この感じ。うん、いや、なんかさ、何がいいって、やっぱカメラ目線で、なんかすっごいなんか100点満点以上の笑顔を見せてくれる感じとか、ポーズ決めたりとか、なんか個性がそこで爆発してるじゃん。で、キラキラしてるじゃん。で、キラキラ大好きじゃん。キラキラ大好き。ちゃんと一人一人に見せ場あったしね、ちゃんとこのポーズとかのとこね。うん。あれ考えた人誰なんだ、天才じゃない？天才。めっちゃいいわ。しかもみんながすごい楽しそうだしね。本当に。なんかさ、すごいキラキラで、なんか脱落した練習生いるっていうのもわかるけど、キラキラがすごすぎて、そんななんか、悲しみに浸ることなく楽しめた感じがする今回は。それよりもキラキラが上回るよね。うんうん、なんかワクワクする感じのステージ。うんうん、なんか最後にほんとこれ見れてよかったって感じする。いや、もうため息ついちゃうよねこの良さは。うん、いい、かなりいい。アジがセンターもいいし、なんだろうな、みんなが主役って感じだったからかな。ああ、そうだね。それがみんなにちゃんと見せ場もあったし、うん、うん、そうだね、そこがいいのかもしれない。でもそれをさ、みんなに見せ場があるって、見せ場だけじゃなくて輝いてたから、なんかそれってやっぱり本当にその人がさ、本気でなんかやろうとしてるところないと輝いて見えなかったりするじゃん。でもそのさ、すごいもうなんか振り切ってたじゃんみんな。
うん、なんかみんなの気持ちが一つになってたというか一つの方向に向かってる感じが伝わってきたよねステージで、うんうんうん、なんかこれはさトレーナーのまとめとかやったからかもしれんけどなんか中曽根先生とかトレーナーの先生がすっごいさファイナルに向けてなんかちゃんとこういう風にやるんだよとかそういう感じで言ったんじゃないかなって勝手に思っちゃうな、うん、あでもそれもあるかもしれんね絶対もう最後だから悔いなきゃやれみたいなこれ中曽根先生みたいなね、うん言いそうじゃん言いそう言いそうガウみたいなそれ永遠に言うね無限大無限大で対決ねそうそうあとさちょっとあのコメントでいただいたんだけどさこのラストのレミフラでさ2分22秒頃、うん、田島くんがありがとうと言ってるのを聞いて何度も見返しましたって人いるからちょっとそこ見ていい私も見たい2分何何秒2分22秒ちょっと2分20秒までしたから一緒に見よう。ありがとうって言ってるんだって。倒れてるあたりから？倒れてるあたりから。うん。じゃあせーの。せーの。ああ言ってるー。ごめん全然見えないんだけど。ちゃんと見てもう一回じゃあもう一回2分20秒からね。ちょっと待ってどういうこと？2分20秒からタッチ倒れてるじゃん。うん。それレミファーイで、うん、起き上がるときちょっと口の動き見てみて。オッケーオッケー。せーの。本当だ。やば。へえ、すごいね気づいた人だ。めちゃくちゃ大画面で見とったんかな。ね、絶対気づけるね。めっちゃ泣けるねこれ。泣いてる。なんか知らんけどそのまま見ちゃうね。もう一回見ていい。一番最初から続きで見てる2分20秒からもう一回見たごめんごめんあ確かにこれめっちゃありがとうって言ってるね、あ気づいた人すげえわすごいね確かにあこれ何度も見ちゃうのマジ気持ちわかるなんかさなんかさなんかささやくっていう感じよりはなんか結構大きめの口で言ってるじゃん言ってるそこがいいね叫んでる感じ声は出てないんだろうけどあこれやばいいねやばい見ちゃうな見ちゃうだからね日プツ好きだったんよなんかもうこれだから、ね、こうなんよ泣かんでいやなんかあれだねいやいいねあこれすごいグッとくるわマジで教えていただいた方ありがとうございましたいや本当だね、うん、すごい泣いてるもん、うんいやこれマジちょっと明日とか今ちょっと夜中だけど明日もめっちゃ見よう、うん、これさ私気づかなかったんだけどさあのコメントだとデビュー評価の曲じゃなくてレミフラが急上昇入ってるのは泣けるって書いてあったんだけどそうなんだ あこっちが入ったんだいやこれだって確かにこれはてかいやデビュー評価の曲もめちゃくちゃいいじゃんでもレミフラもこの感じはやばいよね確かにやばいいやなんかね最初のねテーマ曲の時は、うん、まさにがセンター で最後ファイナルの時、うん、タジセンターっていうのもなんかね、うんうんうん、エモーショナルだよねうーん本当にしかもさあこれさあのコメントでさまたあるんだけどあの、うん、あのガツガツ踊ってた若干怖い印象がある田島くんのダンスが優しくなってて嬉しくなった全員に未来があるからどの道に行っても応援するよめっちゃそうかも確かにと思ってわかる泣かんで泣いてるよねそうそうめっちゃわかるこれさほんとタジさほんとレミフラ最初ガツガツしてたねなんかあの、うん、俺確か A クラス特集かなんかで言ったかもしれんけど、うんうん、そうちょっと力強すぎてもっと抜きゃいいのになって思ってたんよね、うんうんうんまあ、経験者だからこそだったともあるんだけど、うん、なんかそういうタジがちゃんとこの練習期間通してね変わったってことだよねタジも成長したってことだよね確かにやべこのコメントめっちゃいいじゃんねえそうだよね、うん、確かに表情もねあの時ちょっと気迫っていうかもうなんかさ、うん、気迫が伝わりすぎて若干なんか怖かった部分もあったけど、うんうんうん、柔らかい笑顔だねこれね、うん、で最後にありがとうだからねいや私タロ泣かせに行っとるんかなそしてうまいことちゃんと泣いてるからねそうそうそうあれなんかワン、うん、ちょっとワンの時とあれだな逆だなあとこれもいいレミフラは西君のダンスと合わないって言ってた人たちを黙らせるほど今日の彼のレミフラは誰よりもアイドルだったよあなたが楽しく踊れる今が西プにとっては幸せですデビューおめでとうだって
あここも確かになんかもう西くんってやっぱアイドルになってったね、そう言われれば。なんかやっぱりダンサーっぽいイメージ最初ずっと強かったけど、うん、この西くん誰よりも確かにさ、あのさカメラ目線でやるさ、うん、ポーズとか誰よりも西くんだったよね。誰よりもアイドルだったよね。わかるわかる、あの手を両手で振るところとか私めちゃくちゃ好きだもん。わかるわかる。え、てか正直さ、あの手のさ全力の手の振り方 AKB でもなかなかないよね。そう、やっと気づいたのもう会いたかったの AKB 並みに、もう西くんもそれ以上だよ。うん、そうかもしれん。いやキラキラしてたわ確かに。なんかさ元気もらえるからいいねこれ。あ確かに、いやこれコメント欄も泣けるわ。やっぱなんかさコメント見てるとやっぱりなんかポジティブな内容がすっごい多いよね。なんかキラキラ輝いてるとか、あとね、あの西くんとレンタのさ、なんかなんだろう、ペアっていうか新芽、うんね、っていうところになんか反応してる方も多いかな。うん、顔見合わせるとこね。うんうん、いやでも確かにてかね、最初のレンフラと違うじゃん今回のが。なんか余裕もあるし表情やばいし、うん、成長感じるし、なんかほんと楽しんでる感じ。そうだね、だってこのあとそのデビュー発表が控えてるのに、うん、このね、まあこれは多分事前収録だから前の日とかだったかもしれないけども、うんうん、いやそうだね、なんかそんなの全部取っ払ったこのみんなのあふれる笑顔がね、なんとも言えない、やっぱいいね、ってかいいね、やっぱ最初の曲をさ、うん、最後にもやるっていう、うん、こんなに深く考えたことなかったけど、今まで過去もそうだったじゃん絶対、ね、テーマ曲最後にやるんだけど、うん、いやなんかちょっと違うね。いやちょっと違うよ今回のは。ちょっと違うね。そうだね、なんかポジションでこう変わってよかったっていうのはもちろんさ今までのプールでもあったけど、うん、なんかここまでなんかいろんな思いにさせられるのは初めてかもしれん。だからすごいいいよね、これがアイドルって感じだよねまさに。最終回の時もさ、まあ、もちろん良かったなと思ってたけど、ちょっとやっぱりデビューこれから決まるっていうドキドキ感があって、うん、ちゃんと落ち着いて見られなかった部分もあるんだけど、うん、いや今見たらすごくいいね、これもう家宝にするわ。家宝家宝別に家のものじゃないけど、まあ、これが映像として残ってることがすごく嬉しい。うん、あの今の感じのね太郎の反応だとね、これ永遠に言うやつだね、ここの火事の倒れるさありがとうがさみたいな感じでずっと言ってきそうちょっと呆れんで、すでに未来予測して呆れんでくれんけ。だから私のモギボーレと同じぐらいな感じになりそう。そうだね、でも我々ほら長い付き合いだからさ、しつこさナンバーワンお互いがしつこいのマジ分かってるから気持ちは伝わっとるね。そうだね、うん、レミフラはタジより木村くんの方が合ってると思ってたタジプです、間違ってました、うん、かっこよくて爽やかでセンターが最高に似合ってます、今までで一番のステージをありがとう。確かになんかどっちの良さもある、まさしくもまさにって感じだから、僕もそういう感じがしてたし、うん、だけどやっぱりなんか日仏を象徴する2人だったね、なんかまさにで始まり、うん、タジで締めるじゃないけど、そうだね、しかもこれで INI でデビューして絶対今度はまさにセンターで INI でやってくれるじゃん絶対。うんうんうん、それもまた楽しみじゃない。そうだね、またね11人でのマサニーセンターっていうのもまた新しいよね。うん、いや次見るときはもう完全にデビューした後だから、見に行きたい。見に行こう。ファンクラブちゃんと入らな。はい帰って。すいません。入ったらいけるかもしれんから。うん、てかこのさ、まずファイナルのさ曲さ全部地上波で流れたじゃん。このレビフラとか特にさすっごい輝いててキラキラしてるからさ、これ見た人さみんな好きになるんじゃないマジで。だってデビュー前でしょって思うじゃん、うん、デビュー前のステージじゃないでしょこれ完全に。そうだね、完全にこれはね、いやもうこんなキラキラステージなかなか見られないよ。いやほんとだって、そのキラキラを見たくてオタクやってるもんだからね。そうだよ、うん、うん、そう殺伐としたいものを見たいわけじゃない。いやでもまあ割と見たいんじゃない見たいプル大好きってことはそういうことよまあじゃあ、うん、じゃあこれで今回
レミフラーの最後のステージ見たけど、まあ、これはねさすがにちょっと私の中でも結構伝説かもしれんから、ちょっと何回でも見ちゃうかもしれんなこれは。そうだね、うん、なんかね、そう大悟くん落ちてたけど、私のね推しでやった落ちたけど、うん、なんかこれはもう全体的にもうキラキラがすごいから明るく見られるから、そういう意味でワンが見れない私とワンが見れない今ちょっとメンタル的に見れない私からしたら、このレミフラめちゃくちゃいいわ。 ありがたい動画だよこれは。そうだね、うん、うん、これは見続けようこれからも。